おしゃれなバッグ、 iPad バッグがなかったからですね。自分で作るしかないと思って、でそういう時にたまたま声かけてもらったんで、あ、チャンスと思って、はい。そう、私の知る限りではだと思うんですけど、やっぱりその iPad とかガジェットとかって、まあ今までだった男の人の方が絶対好きだったし、まあそのニーズに合わせて男性が使う iPad バッグとかガジェットバッグだと多分今まであったと思うんですけど、その女の子が持ってるというか、持っておしゃれでなんか気分よくあの iPad を持ってどっか行けるバッグみたいなのは多分なかったかなと思ったので、そう、なんかおしゃれなのが一個あったらいいなって思ってました。まず iPad がこうすっぽりと入ると、もう綺麗に収まって、で、まあショルダーなんでこうやってスッと持っていけるみたいな感じ、もゴツゴツしていないそれすごい大事で、シンプルであること、ゴツゴツしていない、ガジェットバッグに見えないことがすごい大事で、あとなんかスカーフとかを私よく使うんですけど、このスカーフとかを色変えてこう自分で楽しめるみたいな感じにしたいなと思って、こういうちょっとシンプルめのデザインにしました。ここにスカーフをつける用のスカーフじゃなくてもいいんだけど、アクセサリーとかなんか自分の好きなアイテムというかをつけれるループがあります。なのでここにですね、自分の好きなスカーフとか、私は赤が好きなので赤いスカーフをねよく持ってるんですけど、こういうアクセントにつけてあげると、よりなんか自分の個性も出せるし、ファスナー開けるとここに iPad ポッケがあるんですけど、ここにねすっぽり入る仕様になってます。もうスッと入るし、iPad を守ってくれるちょっとねこう分厚くなってるんですけども、あの外部からの衝撃も多分保護してくれるような感じになってるし、あと Apple Pencil 結構こう適当にバッグの中に入れてカバンの中でぐちゃぐちゃってなったりするんですけど、ちゃんと Apple Pencil を入れるポッケも用意してるので、もうスッと入れてもらったら常に Apple Pencil は固定の場所にあります。で、このアップルペンシルの横にはあの iPhone とかスマホを入れるポッケもあるので、ここにスッて入れてもらったら、もうガジェットちゃんたちがですねぴったりと定位置に収まると、カバンの中でごちゃごちゃしないので、もうめっちゃそこがお気に入りですね。ここはね結構こだわりポイントですよね。なんか太さとかもそうだし、長さとかも肩にスッとかけてこう心地よいポジションというかで、ちょっと調整もできるので、まあ、身長低い人高い人にも合わせられると思うし、あとあんまり太すぎるとなんていうかな、もっさりするというか、ちょっとおじさんというんですかね、男性向きになってしまうので、ここは、上に行くほどちょっと細くなって華奢なイメージっていうのもしっかりつけてます。でなんか柔らかいから肩にすごいフィットするし、うん、めっちゃいいです。はい、こういう iPad のバッグ、おしゃれなバッグ欲しいなって思ったのは、私が会社員だった頃、それこそ代理店でアートディレクターをしてた頃に思ってたんですね。ただその時はやっぱりなくって、あったらいいなって思ってたんですけど、まあ、そういうその時は会社に行って、会社にはパソコンがもう用意されていますねで自分の iPad を持って、どっかちょっとです、フリースペース、フリーワークのスペースだったんで、ちょっと移動して iPad で絵描いたりとかデザインして、また自分の席に戻ってくるみたいな感じしてたんですけど、そういう時になんかちょっとしたバッグがあればいいなと思ってたんですね。でその後カフェに行ってカフェで仕事の続きやるとかでもいいですし、まあ、ずっとコロナだったんでね、自分の家でリモートワークする人もやっぱちょっとずっと家にいたら詰まっちゃうので、外でカフェで仕事したいなって思った時に iPad をさっと持ち運べれるものがあるといいなと思ってたので、まあそういったその働く女性じゃないですけど、まあ、男性もモテると思いますのでそういうなんかバリバリ働くキャリアウーマンとかに持ってもらえるとすごい嬉しいですね。なんかそれで持って外に出てさっと iPad 出してさっとかっこよく仕事をして
それを見てる誰かがなんか あの人かっこいい、自分も iPad 使ってみたいって思ってもらえたらもう最高だなって思うので、なんかおしゃれに iPad をこれと一緒に使いこなしてほしいなって思います。私がなんかやってほしいなって、これ買った人にやってほしいなって思うのが、私本をね出版させてもらってるんですけど、 iPad のクリエイティブの使い方を紹介した本を今まで3冊出させてもらってて、で、それがねこれなんですけど、私が大好きなプロクリエイトっていうアプリの使い方を解説した本だったりとか、まあ、iPad の総合的ないろんなアプリがあるよっていうのを紹介した本とかがあるんですけど、これがねちょうど iPad の11インチと同じぐらいのサイズなんですね。なのでこれがまた一緒にすっぽり入りますちょっと入れてみます。よいしょよいしょ、いけるかな、はい、こんな感じですっぽり入るので、まあ、例えばこれを、持ってカフェとかに行って本を開けて、で iPad も開けて、iPad の勉強をする、 iPad で絵を描いてみるっていうのをやってほしいなと思って、まあ、そういう意味でこの本をちっちゃくしたっていうのもあるんですけど、そうなんか11インチのサイズの本と11インチサイズの iPad とこのバッグを3点セットで持ち運んでもらったら超おしゃれになると思います。